はい、こんにちは。横浜ウーバー配達員、タクです。えー、今日はね、まああの、自転車でね、配達してて、えー、困ったこと、これについてお話したいと思います。ま,あ、あのまずね、この配達についてね、まあ、ちょっとあんまりわかんない方もいると思うんで、簡単に説明すると、えーまあ、アプリを使ってね、えー、アプリを使って、 えー、アプリがね、こうなったらね、商品取りに行って、でそこからね、受け取って、えーまあ、目的地、お客さんのところに届けるっていう、まあ、仕組みになってます。で、えーまあ、これをね、まあ、配達っていうんだけど、この中でね、えー、大変なことっていっぱいあって、例えばね、あのお店に行ったときに、あの 商品がね、キャンセルになっちゃうってことあるんですよ、たまに。で、せっかくね、あのー、頑張っていって、かけて、時間かけて行ってんのに、商品キャンセルだったりすることがあって、それだったらさ、こっちに先に連絡しろよって思うんですけど、そういうのが全くないですね。いきなりなんかキャンセル、駅、あの駅じゃない、あの店について <laughs> キャンセルっていうのを知らされるパターンがあります。 で、それ以外は、まあ、あの、お店のね、まあ、待ち時間が長いとか、マジでね、待たされるときめっちゃ待たされるよ。お店での待ち時間がめちゃくちゃ長いパターンね。こういうのもあります。あとは、まあ、待ち時間長いのはね、本当あの、みんな嫌だと思うんですよ。だって誰にもメリットないからね。 お店があのサボってるだけで、あの運ぶ側もお客さんも待ち時間長くなるから、どっちにと誰にとってもメリットない。お店がね、の人がサボってるだけで、こっちにとってはね、メリットがないんですよ。で、待ち時間が長いと。あとね、まあお店によったらね、なんかね、対応がね、悪いところがある。なんかね、取りに来てくれて当たり前みたいに思ってるお店もある。だから、 あのそう,いうおそういうお店はね、次回からね、あの依頼が来ても取らなかったらいいんです、まあ。あの、なんか来てくれて当たり前だなって、まあ思ってるね、あのお店もいっぱいあります。もうそういうとこはね、行かなかったらいいだけです。こっちがね。あ、ここのお店も取りに行かないって決めちゃうといいかな。で結構ね、それいうのが多いのがね、あの、 多いお店っていうのは結構個人のところで、まあ大きいところでもあるんだけどたまにね。ただまあ個人のところが多いですよね。うん、個人のお店。大きいところはね、まあある程度、あのー、なんていうの、なんていうんだろう、あの、教育されてるから、そのめちゃくちゃひどいっていうのはないですよ。今のところね、自分の周りでは。でもまあテレビ見ている限りなんかすごいニュースになってたりするんだけど、今のところ自分の周りにはね、それめちゃくちゃひどい、なんか大手のね、 あのー、飲食店とかはない。今のところね。で、ま、あの、小さいところの方が多いかな。うん、行ってもね、全然できてないとかね。あの、さっき言ったけど、あと、なんだろう、対応がなんか悪くてね。うん、なんかそこに置いてるから、もう、取っていってみたいな感じで、<laughs> いやいや、バッグを、バッグを殺傷し,しないとダメじゃないのみたいな。そこに置いてるから取っていってみたいな感じちょっと切れ気味なんですよ。 あれはひどいですよね。あとはね、あのー、勝手にカバン開けてね、入れようとするやつとかね、外国人に多いんですよ。なんか外国人の人ってね、ちょっとマナーっていうかルールが悪くてね、まあそういう人のお店もあんまり行きたくないなって正直思うことは結構ある。あとね、まあコミュショの人ね。 あのタピオカミルクティーのお店とか何回か行,く行ったんだけどだいたいねタピオカミルクティーやってるちょっとなんか外国人っぽい人たちってあ日本人なんかもしれないけどなんかねちょっとねコミッションなんか日本語喋れないのかそれとも喋れるけどなんか めんどくさいのか、なんかね、はいみたいな感じで、これ渡してくるんですよ。<laughs> いやいや、いや、普通さあの、取りに来たんだからさ、なんかあの、ご苦労様ですとかさ、ありがとうございますとかさ、いつもありがとうございますとか、そんなね、なんかキャッチフレーズがいるじゃん。ここ日本だからね。あの、東南アジアのさ、どっか台湾とか中国とかさ、韓国とかじゃないんだから、もうそのマナーっていうのは、まず最低限のマナーっていうのがあるんだよ。 インドとかもね、インド人とかもいるし、なんかどっかわかんないスリランカとかネパールとかそっち方面みたいな人もいるんだけど、基本的にね、あの、外国って挨拶する文化がない。あの、なんかね、いやーみたいな感じで、もうそれで終わりだよ。<laughs> あの、本当に。あるじゃん。あの、外国行ったらわかるけど、なんか、やーみたいな感じじゃん。あった時に。ま、あんな感じだよね。で、えっと、配達員にもそんな感じでね、なんか、えー、軽、 ガルシック、不定不手しクで、ね、外国人ってやってくるんで、ちょっとね、マナーがないかなとは思いますね。うん。でもね、マナーある、なんかお店とかあるんですよ。で、ちょっとね、あの、なんかちょっと高級感のあるようなお店とかだったら結構マナーあるんですけど、まあ普通のね、あんな、なんか、露天屋みたいなのあるじゃん。普通のね、あの、なんとか料理店みたいな感じのやつは、あとタピオカ店とか、そこまでね、外国人がやってるやつはね、 常識がないかなというふうに個人的には思う。うん、で、あと、他の話しようかな。他ね、自転車配達やってなんかね、<laughs> 困ったこと、あの、坂がね、大変。うん、横浜ね、坂ばっかりだから、もう坂坂坂坂、坂登って、また坂でで、下って、また坂でとかね、もうめちゃくちゃな感じですね。 っていうのもその山、山を切り開いて、あの住宅地にしてるので、基本的にあの坂しかないんですよ。わかりますあの平地が少ないから、基本的に山を切り開いて、えと住宅地にしてるから、もう坂坂坂,坂ばっかりなんですよ。で坂の後は下って、また坂なんですよ。だから、結構ね、自転車きついですよね。うん。自転車きつい。ぶっちゃけ。 やめた方がいいですよ。あ、うん、きつい。で、他になんかあったかなやってて。まあ、でもそれぐらいかな今のところ、坂はね、マジでもうね、ダメだよ。元気がないからさ、体力ないし、疲れちゃうからさ、きついよ。うん。坂坂坂、坂ばっかりっていうね。 うんあれもきついよね。で咲かないとこってね、あんまりなくて、あの横浜とか港未来の周辺ぐらいなんですよ。で、もう港未来でもちょっとね、あっちのどこだったっけ戸辺、戸辺の方に行くと、もういきなりね、急な坂があるんですよ。あのいきなり急な坂なんですよ、あれ。あの港未来からちょっとね、あのー、 800メートルぐらいね、西に行くと、飛べってあって、もうそこがすごい坂になってて、えー、まあわかると思うんですけど、やばいですね。うん。なんで、もう基本的にね、坂しかないですよ。ということで、まあ皆さんね、あのー、横浜はね、えーやめ、この配達はやめた方がいいです。ガチで、自転車で特に。<laughs> もうね、大変なことだらけなんでね。 ということで、今日は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。